バッターボックスは3番の内川、まあ、この人も肋骨の骨折ですか、はい、ねえ、まだね投げる方でちょっと ね痛みは出ると思うんですけれども、はい、今日ようやくでもキャッチボールを始めたそうですね、はい、打つ方は全然大丈夫ですよね、はい、うん、これも打球伸びてどうだ、スタンドまで飛び込んだ、連続ホームラン、第13号ソロホームラン、今宮に続いて内川も続いてホークス、ゲームをひっくり返しています。これはうまく打ちましたね、難しいボールだと思いますよ、インコースに打ちましたね、はい、でも打った瞬間はね、こうスタンドまで届くのかなっていう高さでしたからね、第13号ソロホームラン、この回は今宮、内川、2番、3番の連続アーチ、2本のホームランでホークスがゲームをひっくり返しています。斉藤コーチがマウンドに行きます。今の内川の一発リプレイ、内側のシュート回転のボール、すごく苦しそうに ねなんかこうバットでこう払った感じがありますよ ね今宮も拍手です。さあこの回ホークスが2本のホームラン、そのホームランでゲームをひっくり返しています。